こんばんは。では今日も動画やっていきます。今日は話す内容としてはね、題名にもあるように芸術の夏ということで、なんか最近インスタグラムとかツイッターとか、そういうの見てる限りだと、俺が前の動画で言ったように、なんか東京ビエンナーレとか、あとは隈研吾っていう、あの東京オリンピックの会場の建築家のなんか隈研吾展があったりとか、あとは7月の中旬からカウズ展っていうのがね、あの六本木の森美術館でやったりとかっていうところでね、あともう一個なんかあったけど、なんかアートの女性みたいな、なんかよくわかんないやつがあったけど、なんかさまざまな美術館でね、個展を開いてたりとか、また特別展とか、そういったことがなんか開かれていて、僕も最近、僕最近美術館とか行ってないんでね、いいなと思って行ってみようかなと思ったりとかしてますね。なんか東京ビエンナーレも、なんかお金かかるのかわからないんだけど、なんかそのチケットでなんかもういろんな東京の、どちらかといえば西地区の建物とか、なんかそういうの改造して見えるよみたいな、そういったところがあるらしいので、一人で暇な時に行こうかなと思ったりとかしてます。イベントスタッフやるとは言ってたんですけど、時間、その募集 の締め切りに間に合わなくて、結局できず、最近東京オリンピック のボランティアじゃないんですけど、お金もらう方で東京オリンピックに関わる仕事があったので、なんかそういうのもやってみようかなって思ってますの。まだ確定はしてないんですけどね。これから、面接もちょっと一回あるんでね、その面接やって、受かったらやってみようかなと思ってます。そういうのもあったりとかしてね、ビエンナーレとか行ってみたいなって思ったのが最近の出来事ですね。カウズ展は結構結構ユニクロとかコラボしたりとかね、結構ミーハーなのかなっていう感じ、僕ミーハーだから、結構カウズとかは結構有名なやつなんでね、そういうのも行ってみたいなとは思ってますね。どういう、多分フィギュアがたくさん置いてあるんですけどね、そういうのも行こうかなっていうのがあって、芸術の夏というような題名にさせていただきました。最近ちょっと口内ができてね、痛いんですけど、早く治るといいなと思ってますって感じですね。ならまずは解放いからですかね。東京オリンピックなんですかね、バスケのメンバーということで、最近 B リーグもすごい人気になってきてね、B リーグのオールスターって集まるだけでも結構すごい、そのドリームチームみたいな感じになって、特に富樫くんとか、そういう、僕の知ってる中での富樫くんとか、そういった有名どころが集まるだけでもすごいのに、またさらにその NBA のから来る八村くんとか渡辺くんとか、そういったところでも集まって戦うところが見えるっていうのは、とてもその夢あることだなと思いますよね。B リーグと NBA でやっぱ違うところでやってるんでね、その違うところでやってる人たちが一個のところに集まってなんかバスケをやるっていうのもとてもいいなと思って、早く見たいなと思いますね。オリンピック、そういうのがやっぱ国際大会のいいところなんじゃないかなと思うし、野球もそうですしね。あいにく野球はその NBA じゃなくてメジャーリーグの人とかは来れないんですけど、やっぱバスケは来れるってことなので、そういうのは本当楽しみですね。あとはレーシックのやつなんですけどね、確かにそうですね、度が悪すぎてレーシックできずに、なんかコンタクトを埋め込むみたいなこと言ってましたよね。結構その埋め込むっていう、言葉だけだとすごい怖いことなのかなと思うんですけど、そのレーシックもそうだし、コンタクトのそのやつもそうだし、なんか 目をなんか手術するっていうのはすごい怖いですよね。だからコンタクトもうざいし、メガネもうざいし、なんか俺も早くそういう裸眼で生活できるようなね、環境が欲しいんですけど、
もっと医学が進歩しても一瞬で終わるようなね治療法を開発してほしいですね。ほんと怖いですもん、なんか目に手術をするみたいな、もう想像するだけでちょっとグロいなって思ったりとかするんですけど、まあ、確かにコンタクトでドライアイになる、なりますしね、メガネも寝るときめんどくさいし、オールするときもすぐ目乾く。まあなんかね、いいです。なんかちょっと僕も興味出始めました、そういった裸眼の生活に。なんか今でもコンタクトを夜つけるだけで目が良くなるみたいなやつもね、なんかたまに聞いたことありますけど、あまり効果があるのかなとは思ったことも、そのあんま考えたこともなかったんでね。そうですね。で、時代が頭が痛くなったみたいなことでね、まあ夜中3時に寝て、まあ、朝の8時半ぐらいに起きるっていう生活を繰り返すっていうところはね、まず夜中3時に寝るっていうところがもう本当にまあちょっと生活リズムが崩れてんのかなっていうか、まあ人それぞれなんですけどね。だけどその生活リズムになれることによって、まあなんかその時間が有効的に活用できれば、まあメリットにもなるんだと思うんですけど、やっぱ頭痛くなるとその分時間が無駄になってるっていう、まあ逆効果もあるんでね。まあその頭が痛くならない程度にその寝るっていうのも、やっぱ睡眠も大切なのかなとは思いますね。なんかクオリティを上げていくっていうのにね、なんかよく見るんですよね、そういうなんか睡眠は少なくとも8時間を取れみたいな、なんか行動のクオリティを上げるためにみたいな、よく聞くんですけど、まあそれも言ってる人もまあ言ってる人なんで人それぞれなのかなと思いますね。まあ、あとはその頭痛はもう本当にあれですよね、痛くなったら治すしかないんですけど、まあ、僕の場合はまあ頭痛薬っていうか何ですか、まあ、生理痛みたいな薬がなんか持ってるんですけど僕、まあ、それをよく、ね、飲んで、まあ、30分寝ればあの頭痛は治るっていうのは僕の体の構造になってるんで、まあ、そうですね。海外の頭痛薬だとちょっと怖そうですよね。強そうっていうのがまあ第一印象としてあるんですけど、まあそうですね。だけどまあ5時間じゃなくて、まあ最低でも6時間7時間は睡眠は取った方がいいんじゃないんでしょうか。あの体のためにと言いますか。まあね、あのなんだっけな、キングコングの梶原じゃない方、あの西野かはなんかすごいショートスリーパーで有名ですけどね。けどもうああいう生活はやってられないですよ、うん、っていう、まあ、僕はどちらかといえば睡眠はちゃんと取ろう派なんですけど、まあ個人差はありますよっていう感じですよね。個人差あるかなっていうような見解ですね。そんな感じです。まあまあ最近新しいバイトもちょっと探してるんですよね。まあそれこそさっきの東京オリンピックのやつであったりとか、まああとは、うん、まあそれ以外にもね、なんか単発でなんかいいバイトがあればなみたいなところで探してて、まあそんな感じですね。はい、ちょっと動画長くなっちゃいましたね。まああと30秒で9分になっちゃうんですけど、もうここで終わりにします。ではおやすみなさい。